馴染みの顔ばかりじゃ。皆よく存じておる。まだ息のあるやつがおる。武器を持っておる。逃げるか。悪い気読みよくにせえ。猪木殿、生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと、拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。戯れはもうよい。黄泉へ行
け。アイコ、案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。アイコ、生きておったか。アイコ、待て。アイコ、まことにそなたであるか。アイコ、どこへ行く。身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申し下され。見たのであるか。この先じゃ。されど心して参る。ここは汚れたち、恐ろしい病に侵されておる。かたじけない。承知いたした。けがらわしい、けがらわしい。ひょひょ。下がれ。どうしたというのだ。この者のけども、自らを蝕んでおるようじゃ。アイコ、待て。待つのじゃ。武士か。馴染みのない顔。気安く振る舞うでない人殺しか。思い違いでござろう。
拙者は切られるべきものにのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくもガルガルと。誇りはないのか、鬼め。待て、くさばれ。この橋は崩れぬだろうか。刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど罪なき者は一人もおらぬ。頼む、今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。誇りなき化け物め。この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えておる。拙者が相手した輩であろう。
武士だと？ここに？拙者には下せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む。何が起きたのじゃ。進むのじゃ、武士よ。望みを捨てるでない。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む。拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志、誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の忍びが拙者の思いに幕を引く。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。アイコ、どこへ行く？落ちる！お前は落ちる！この湖は泳ぐには深く冷たい。わら髪のようにおろそかな言い方であるが、こと足りよう。
海光殿。されどお主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。で、ラスナザ、ラスナザ。いや、わしの血で、わしの血で。いや。誰か来る。やっと。どう。全て食っちまった。腹が減りすぎておったんだ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにいる全てのものに。わしらからこれより何を取るというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。わしだ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも耐えられぬなら、そなたの重みにも耐えられまい。他に戻る道はないのか。わしは…そんな虫…
怪我をする。しまし、すべて食っちまってる。アイコ、待て。アイコ、拙者は何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びくだされ。黄泉より舞い戻ることはできるのか。あなた様の命運は定まっておりませぬ。されど私の道は断たれました。カゲロウが生きておる限り罪のない者どもが命を落とし続けるであろう。我が命が尽き果てようとも守ると誓いを立てたのじゃ。アイコ、許してくれ。父上の教えは少々過ぎたようでございます。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。
ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば、昨日は今日の日といたせ。どこへ行く小僧？己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。ほっ。貴様はひどきであるな。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は図られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。己が死ごとき、拙者の誓いは消えぬ。必ずや戻り、残った者たちを守るのだ。貴様は非力であった。今もそれは変わらない。この先は誰も通さん。
ば参れ。お主の技を見せてみよう。遅すぎる。死ね。切ることができるのか、いずこへ参るのか、黄泉に舞い戻るのでなくば。黄泉はまやかしを見せて、己が目に通ってはならぬ。切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。の印じゃ、時とは揺られる足なり。拙者がとどまり皆を守っておれば、どかくのごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。